はい、皆様こんにちは、木下プロデュースの木下でございます。今日は動画配信第2回目ということで、第1回目とはちょっと違いまして、今回はソフトウェアの紹介をしてみたいと思います。ニコンの方から新しい製品情報の中に NX スタジオっていうのが3月4日にですね、ダウンロード開始となりました。もともとニコンのその現像ソフトというか、ビューアーソフトは2つありまして、ビュー NXI というやつと、それからキャプチャー NXD という2つソフトがあったんですけども、今回はそれを統合した閲覧、ロー現像、編集を包括的にカバーするニコン純正のパソコン専用ソフトウェアですということで、NX スタジオですね、というのが発表されまして、早速ダウンロードいたしました。主な特徴ですね、これニコンのページを見ているんですけども、画像閲覧、ロー現像、画像編集、シェアのネットワークが一つのソフトウェアで完結。そうなんですよね。もともとは、閲覧は、キャプチャー NXD でも、ビュー NXI でも、両方でも閲覧はできたんですけども、若干編集ですね、画像編集に関しては、キャプチャー NXD の方が若干得意かなと。BNXI はどちらかといえば簡易的な編集のみ BNXI でやってたというような形なので、自分はそのキャプチャー NXD も特別な機能じゃない限りはあんまり使うことがなくて、 BNXI で済んでたのかなというふうになってました。あとそうですね、画像表示、編集操作の反映など全体的にクイックレスポンスで静止画、動画を問わず快適に扱える、画像処理ワークフローに沿って整理した多彩な機能を左から右への自然な流れでレイアウト。ViewNXI、CaptureNXD ユーザーが違和感なく使えるよう基本的なデザインテイストを踏襲。などなど書かれてますね。あと、ちょっと別な、ニュースで見たら動画編集とかもなんかできるようなことが書いてありましたね。で、早速ダウンロードしてみましたので、紹介したいと思います。これ無料で提供されてますので、ニコンユーザーの皆さんは、ぜひですね、ダウンロードしていただいて使ってもらえるといいかなというふうに思います。対応デジカメも一応、自分が使ってた、例えば一番もともと古い、持ってる中では P330 っていうコンデジがあるんですけども、その辺も対応してましたし、当然、Z7、Z7II、 それから Z6、Z6、Z5、Z50 という最新のカメラにももちろん対応はしておりますと。で、確かですね、ダウンロードすると230-240MB ぐらいですかね、ソフトウェアダウンロードになってましたけども、普通に何事もなくインストールできましたので、起動して紹介してみたいと思います。はい、これがですね、実際にダウンロードした状態になります。もう若干何回かですね、起動しているのでデフォルトの画面ではないんですけども、画面の見た目、一瞬の見た目としてはどっちかといえばキャプチャー NXD に近い画面構成なのかなっていうふうに思います。ただ、そうですね。全体的にものすごく文字の情報とか、あとはこういう、なんていうんですかね、プルダウンするメニューとかなんかは、どっちかといえば、なんかものすごく優しい、なんていうんですかね、表示の仕方になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。こういう、なんていうんですかね、この辺も前に比べるとものすごく見やすくなってる風になってますね。で、あとはそうですね、気づいた点とすると、ViewNXI でよく使ってたワンクリック 100% 表示。これが Capture NXD にはなくて、Capture NXD をダブルクリックで表示、100% 表示してたんですけども、このワンクリックで表示できるっていうのは、そのまま ViewNXI を
引き継いでいるので使いやすいかなっていうふうに思います。あとそうですね、デフォルトは確かこういうサムネイルが並んでる画面だったと思いましたけども、まあこういう表示から、あとはサムネイルと簡単な簡易表示、それからよく私が自分が使うのが、この下の方にサムネイルがあって上の方に表示するようなタイプ。これ一番使いやすいかな。これは要はキーボードの右左でコマ送れますんで、これはものすごく楽かなっていうふうに思います。あとは、まあ、調整も一通りできるのと、例えばね、ビューネックサイで、まあ、なかったこういうレタッチブラシとか、あとはカラーコントロールポイントとか、こういうやつはキャプチャー NX-D にしかなかったんですよね。ですので、こういうのはもう、こういう機能を使うときは、ビュー NX-A からキャプチャー NX-D に切り替えて操作してたっていうのも、この NX スタジオには、まあ、標準で装備されていると。まあ、トリミングもあって、傾き補正も標準であると。あと、まあ、情報、そうですね、この情報画面がすごい面白いなと思ったのは、パッと見は全然前と変わらないんですけど、この辺がなんか Z とかの、なんていうか、インフォメーション画面に似てますよね。なので、なんかものすごく Z ユーザー、D ユーザーもこういう画面だったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、Z ユーザーはものすごく、よく液晶やファインダーの中で表示される、表示だなっていうのはすぐわかるかなというふうに思います。まあ、あともうこういうパッと見表示から、あとはこういうね、詳細な情報なんかも切り替えて見ることができますので、この辺は従来通り変わらないかなというふうに思います。あとそうですね、気になった点としては、このレーティングですかね。これ良し悪しがあったんですけど、昔ビューネックサイとかだと、画面のこの写真の下段中央付近にレーティングできるような、表示があったんですよね。で、これもまあ慣れてしまえば特段影響はなかったんですけど、まあ、慣れない方についてはすごい写真の上に乗っかれるので、すごい邪魔だったりしたんですよね。その辺は、でもこの写真のキャプチャー NXD のような形で、ここでレーティングをしたり、あとはこの下のバーですよね。バーの方でレーティングをしたりすることができるようになりました。まあ、ちょっとこのレーティングの表示が白っていうのはちょっとあれですね。できればこういう形で黄色にしてもらえるとものすごくわかりやすかったかなっていうのはありますね。それからあとそうですね。なんだろう。水平垂直表示があったり、まああとそうやってインフォメーションが表示できたり、ヒストグラムも表示できたり。そうですね。この辺はまああまり変わらないですかね。あとはこの、ファインダーの、なんていうんですかね、焦点ポイントですかね。合焦点ができるようなボタンも昔は左上にあったような感じでしたけども、左下に映ったと。これ、もしかしたら上にずらせるのかもしれないですけども。あとそうですね、面白かったのは、その一番最初に言った100%表示ですよね。これ実際どこを表示してるかっていうのがなかなか、まあ、マウスの左ボタンを外せば元には戻るんですけども、これがこの左上のナビゲーター画面に、今どこを拡大してますよって出るのが、これ結構面白いですね。で、逆にですね、このナビゲーション画面からこういう形でドラッグすることで、拡大表示をしたいところを選ぶことができたりとかするのもいいのかなっていうふうに思います。まあ、あとそうですね。エプソンプリントレイアウトっていう機能があって、これちょっと私がもともとエプソンプリントレイアウトのツールがインストールされてるからかもしれないんですけど、ちょっとその情報を見たら、デフォルトでエプソンプリントレイアウトがバンドルされたっていう情報がちょっとどっかで見たんですよね。これ何のソフトかっていうと、エプソンのプリンターのドライバーっていうんですかね。プリンターのツールと、まあ、強力な連携ができるというツールでありまして、まあ、ここで、印刷を私はよくするんですよね。まあ、例えばよく使うのはこういう形で、ワンインチを、まあ、確保して、それからプリンターの用紙を選んで、それからサイズを選んでみたいなことをやって印刷かける。プリントするときは、A4 でプリントするときは、まあ、これを使うことが多いんですけど、これが標準で、まあ、バンドルされてるっていうふうにちょっと聞きました。もちろんエプソンのプリンターがない方は、
通の印刷機能がありますので、印刷しても構わないんですけど、で、普通の印刷機能の場合は、だいたいその、ちょっと気になったものは、すべて 2L のサイズの横で、まあ横でも縦でも、このインデックスっていうんですかね、インデックス情報を付与して印刷して貯めとくっていうのが、まあ自分のやり方の一つですので、まあ、この機能も、そのまま引き継いでると。で、2L なんで、ものすごく、なんていうんですかね、見やすいというか、すぐ手に持って見やすいサイズなので、まあ、はがきサイズっていうんですかね。で、そういうのを貯めて、良ければ、さっきのエプソンプリントレイアウトで印刷するっていうようなやり方をしているんですね。その辺は、まあ、ビューネックサイトから引き継がれているっていう感じですね。で、あとは、そうですね、書き出す機能。まあ、ローカル現像、ローカル JPEG に、現像するようなツールも前と変わらなかったんで、変わらないんですけど、ちょっと一点だけデフォルトに戻ってたのが、この、ここですね、保存先が。まあ、自分の場合は元のあのフォルダに保存してから JPEG 専用フォルダに持っていくので、ここがあのデフォルトが、指定されたフォルダになってたっていうのがちょっと気になるくらいですけども、まあ、これは全然、元のファイルの、元ファイルと同じフォルダに変えてもらえれば使えるかなと。それくらいですかね。なので、インターフェース的には、もちろん当然 ViewNXi と CaptureNXD を引き継ぎつつ、なんとなく画面周りはものすごく優しくなった感じがありますので、ViewNXi や CaptureNXD をお使いの皆さんは、まあ、ぜひですね、まあ、最新の機能というか、まあ、最新のソフトウェア NX Studio を使ってみてはいかがでしょうかね。で、またですね、この NX スタジオを、まあ、ね、前回第1回目では、その ViewNXi とかで、まあ、編集していったり、現像していったりするシーンも見せたようなことをちょっと伝えたんですけども、まあ、せっかく NX スタジオっていうソフトが出てきましたので、まあ、この実際にメモリーから、パソコンに落とし込んでですね、NX スタジオで、まあ、セレクトしてレーティングつけて現像してっていう処理も、こちらのソフトでですね、あの見せていけたらいいかなっていうふうに思っております。はい、今日はですね、まあ、ちょっと思考を凝らして、まあ、全然別な動画になってしまいましたけども、ニコンから新しいソフトウェア、NX スタジオの紹介でした。ぜひ皆さんもダウンロードして使ってみてください。以上となります。ありがとうございました。